い、こんにちは。着物初心者のさあやです。今日も五明先生とちゃんつーさんに来ていただきました。よろしくお願いします。さて、今日はちゃんつーさんが素敵な振袖姿ということで、振袖の時って結構やっぱみんなで写真とか撮ったりすると思うんですよ、家族とか友達とかと。その時にどうやって写ったら着物も自分も綺麗に写るのかっていうのを、まあプロの先生方に教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは立ち姿の時ってどうやって写ったら綺麗に写るんですかね。そうですね、ちょっとね、左の方を向いて、左足をちょっと前に出しますね。もうちょっといこうか、こういう感じ。こういう感じ。そうそうそう、それで、こういう感じで下に下を取れた方が綺麗に写ります。今こう左足が前だと思うんですけど、これ右足が前だと、右足前だとこうなっちゃうので、あ、そっか、すっきりこう斜めから写れる、真正面よりちょっと斜めの方が、あのスマートなんですけど、より一層スマートに細く見えるからね。確かに、じゃあ正面で写るよりはちょっと左を、左足前にして細長く薄く薄く5、6人でね、集合写真撮るときも、まず先にこの位置をキープしたいと、そうすると細く見えるわけですね。はい、あとこう振袖ってやっぱお袖が素敵だと思うんですけど、そうですね、そういう時のポーズとか、そういう時にはね、じゃあこういうふうにして、この袖もちょっとこういうふうにしてあげると両方のお袖がね、見えますね。こう袖をこうちょっと指先で掴む感じ、ね、そうですね、で広げてあげると、はい、しっかり下までお袖が綺麗に出てきますね。あと振袖といえばやっぱりこう背中の帯結びとかがこうとても綺麗だなと思うんですけど、それをこう見せるポーズとか、後ろね、まず背中を、背中見せてあげて、お袖こういうふうにやってあげると、お袖とお振袖のね、こう綺麗に、やっぱり後ろ姿も見返り美人みたいな感じで、とても素敵ですね。前だけじゃなくて後ろからも、ぜひぜひ写真撮りたいですね。はい、というわけで写真にどうやって写ったら綺麗にお着物が見えるのか教えていただきました。ありがとうございます。やっぱりこうお袖とか大事なんです。あと左、こっち側じゃ私ダメってことか。そうですね、こっち向き、こうやってみんなでこうお袖とか持って写るのいいですよね。何人かで撮るときとか並んだら綺麗に写る。ぜひ左足の方が前で、皆さんも写真写りのときは写ってみてください。成人式とかもうつい最近だったと思うんですけど、いや全然その時はどういうポーズしたとかあるんですか。もう私はもう全然前撮りとかしてなかったので、全部父が撮ってくれてたので、こういうポーズしたりとかって気にしてなかったので、今さら写真見返すと袖見えてなかったりとかあるので、もうちょっと早く知れてたらなって思いましたねじゃあぜひこの動画を見た皆さんは、写真に写るときはちょっとお袖を綺麗に見せてみたり、左足を前にして立ってみたり、あとは背中ですね、後ろ姿にもぜひ気を配って写真を撮ってみてください。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。